ございます。もうパンパンかも。今朝6時半です。モーニングにこれから行ってきます。おはようございます。おはようございます。カフェにやってきました。はい、ちょっと今度忘れちゃう。粉コーヒー、粉コーヒーにやってきました。朝6時半に来て2番目に、もう結構行列になってて、今すごいことなってんな。楽しみです。カフェラテとクイニーアマンが有名らしいので、これは必ず食べようと思います。では行ってきます。あ、出てきた。はい、おはよう。ハワイで。はい。乾杯。うまい。うまい。お、うまい。何これ。知らん、なんかカフェラテ。クリーミーじゃない。うん、クリーミー。美味しい。いただきます。お部屋戻ってきました。開けては。9時半にレンタカーを借りてるので1時間ちょっと、うん、ちょっとゆっくりホテルで過ごします。レンタカーはホテルまで持ってきてくれるところで、じゃあありがたいな。準備ができたので、はい、今からレンタカーを借りて、はい、ノースショアらへん行って楽しみたいと思います。はい、で行き道にレナーズ、あのドーナツを買っていきます。ぐるっと回っていろいろ観光してこようと思います。楽しみ。2日目も楽しみます。楽しみます。行ってきます。行ってきます。出発。なごちゃんもカメラ持ってますね。お、いいね。無事レンタカーをゲットしまして、今から向かいます。はい、行きます。初めての左ハンドルです。そうやな、ほんまや。ちょっと今緊張してる。お願いします。はい、レッツゴーレッツゴーイエイイエイレッツゴーイエイイエイ。あけすーあけすー。およそ300フィート先右方向です。右方向です。ゲットしました。はい、ガーリックシュリンプ食べに来ました。はい、レンタカー借りていい感じやね。他にもなんかいろいろあるんやな。の、ワイキキから1時間ぐらい1時間ぐらいで着いたな。着いてるよ。こちらがガーリックシュリンプのお店です。ワン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 、鳥のことをワンワンと言います。ママ、あ、ママ、ママ。ママ。うわ、美味しそう。来ました。え、ちょっと違う。普通のやつと、あの、レモン。あ、レモンバター？レモンバターです。手をして。いただきます。3つ入れてくれてるわ。多くが。いただきます。はい、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 はい。で、ご飯食べる。はい。すごいハエが来る。あ、落ちた。いただきます。これレモンかかってるわ。お、ほんまや。いただきます。うん、うん、ごちそうさまでした。美味しかったね。なこちゃんもご飯を食べまして、はい、次の目的地へ向かいましょうか。はい。おお、アロハアロハアロハ。行こうか。行こうか、なこちゃん。アサイを食べに行きます。はい、行きましょう。なじ行くよ。1、2、3。アサイのお店に来ました。シェアしようか。うん、あっち。お、じゃじゃーん、アサイゲット。めっちゃ大きい。これでスモール。でかよかった、スモールにして。めっちゃ大きい。一
回り違うな、うん、サイズの基準がやっぱ。いただきます。いただきます。うわすごい。すっげー。飲むの。はい。すごい。どっから食べよう。毎日一日野菜。ん、一日一野菜。昨日も食べたしな。うわ、うん、一日一野菜って決めてんねん、このハワイ旅行。うん、え、じゃあ10野菜せなあかんで。うん、最高。いけんの。すげえ。今からどこ行くんやったっけ。今から近くにパタゴニアのショップがあるんで、パタゴニアでお土産ちょっと見てみようかなって思ってます。うん、他はなんかまあその近辺にあればね。うん、マロ美味しい。うまい。いる？ちょっと食べてみよう。そんなに美味しい。冷たい。あ、うん、顎気になった。美味しいかも。うん、前食べたやつと全然違う。来ました。来ました。ニキビ潰れました。今ヒーター。ショック。ポテトばっかり食ってるから。パタゴニアサンショップやな。めっちゃ、うん、思ってるより。なんか建物も全部可愛いよな。可愛いな。めっちゃサーフの街って感じ。行きますか。はい。残念ながら閉まってました。25日から1日まで休む。でもまだ 2,3 日来れる。頑張ればね。頑張ればね。まあ他のとこでなんか探してみるか。シャシャシャ。歩くの大好きだね。はい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 。気に入りましたね。よかったね。よかったね。ずっと話さず。モテた。うん。欲しい。俺の時もずっと。モテた。うん、お気に入りの一冊かな。よかったね。賢そうやで、めっちゃ。よかったね。読めるの？この木何の木気になる木。え、めっちゃ音痴悪いね。音痴やったにやってまいりました。その下で先ほど買ったドーナツを食べようと思います。はい。誰もおらん。あ、で、おるおる。あ、おる。入場料。入場しました。え、これこれだと思う。あれ、あ、あれか。わお、めちゃ広いな。これか。いいじゃん。ああ。何入ってる？うん。ドーナツやね。閉めるん？閉めんの？あじゃ。じゃん。やば。6個もあるんや。6個見つかっちゃった。やったね。ひひ。じゃじゃあ、はい、どうぞ。いいよいいよいいよ、食べな。どうぞ。いただきます。あうまっ。うわ、わかんじゃん。ふわんぱん。うん。Persistent like a fever. Those places where you try to hide. I promise I will try to find. I gotta hold on. Memories that you are gone. I'm gonna eat dinner.ディナーです。楽しみです。行ってきます。お子たち、あ、子供ちゃんたちがいっぱいおるので、うん。なごちゃんもテンション上がるな、絶対。楽しめるといいな。では、行ってまいります。はい、ホテルに戻ってきまして、今日はこのまま寝ようと思います。では、おやすみなさーい。Forget
登り終えました。今から宿に帰ってゆりたちと合流します。乾杯。おはよう。グモグモグモ。ゆりが友達とモーニングに行っているので、な、僕たちはコーヒーでも買いに行きましょう。はい、おはようございます。3日目です。昨日はもう楽しかったですね。最高に楽しい夜を過ごせました。いっぱい食べて飲んで、たくさんと4家族、5家族、5ヶ月じゃない、5家族、ファイブファミリーでご飯に行ってました。朝は別行動、ダイヤモンドヘッドになって、ダイヤモンドヘッドに登って、私はモーニングに行ってまいりました。しっかりと寝坊しました。僕は頑張って4時半に起きて、でもほんまに曇るもなく、すごく綺麗だったので行ってよかったな。めっちゃ写真綺麗だったもん。誘ってくれたね、友達には感謝です。で今日はね、何も予定を入れてないので。そうやね、ゆるく過ごします。ショッピングセンター、あらもう何でも行こうかなって。はい、ちょっとゆっくりしたいと思います。ちょっと1日目から結構お出かけしまくってたから、ゆっくりしながら過ごしていこうと思います。今日も楽しみましょう。今日楽しみましょう。イエイ、アロハ、アロハ、うん、イエイ、楽しみましょう。おすげえ今からアラモアのセンターに行きます。はい、タクシーで向かいたいと思います。はい、ホテルの人にタクシーを呼んでいただいたので、間もなく来るかな。ゆっくり今日は店を見ながら食べる、ハンバーガーとかアサイとか食べたいもの食べて、タコスとかも食べたいかな。保存してたよな、Google に。うん、なんかそういうのを食べながら過ごしていきます。楽しみ楽しみ。なんかいいものに出会えるといいな、買い物が。では今日も行ってきます。行ってきます。行ってきました。なんか眠たい。ベビーカー借りれるみたいなんで、とりあえずベビーカーを借りに行ってショッピングしていこうと思います。はい、めっちゃでかいな。めっちゃ広い。めっちゃ広い。ベビーカー借りました。ベビーカーをお借りしました。滞在中は、ね、パリッパで行けるみたいなんで、うん、しかもありがたいです。ありがたいです。行きましょうか。集中して飲んでおります。美味しかったな。アサイいただきます。さあ、アサイ目です。今日は東京にもあるアイランドヴィンテージコーヒー。 I love junk food。 I love junk food。 あれ、ハンバーガーは意外とそんなに大きくない。うん、ポテトもこれ顔と並べてでかい。ちなみにこれミディアムです。やばない。これは飲まる。はい、乾杯。いただきます。おお、いい感じ、いい感じ。おー、ハワイっぽい。ハワイっぽい、ね、いただきます。おお、美味しい。うまい。帰りは散歩がてら歩いてワイキキに戻ってます。20分ちょっと。せな、30分かからんぐらいか。この辺は車で来るにはもったいないし、散歩がてらいいね。街並みを見ながら、気温もちょうどいいから、なんか歩いてるだけで絵になる。絵になる。よかったよ。こっちあれ、あそこだ。今日の晩ご飯。うん、晩ご飯ガーリックシュリンプまた食べます。今日もめっちゃ好きやん。じゃーん、うまそう。今日もガーリック。アサイも食べてガーリックシュリンプ食べる。うまい。ライスミックの何個でも食べれる。エビは殻はそれないんじゃん。抜いてくれてる。なあ、キッパも食べれる。どうぞ。サンセット見に来ました。サンセットを見に来ました。綺麗、いい感じ。伝わりにくい。インカメでは伝わりにくい。いいね。じゃんじゃん。じゃんじゃん。レギュラーサイズしました。いっぱい買ったの。買った。めっちゃ重たいもん。やば。ポケバー。
いろいろ自分で選べて最高。いただきます。これナイス入ってます。やばやばいやん。英語がわからんすぎてナイス入れてもらった。いやまさかのタコスがついてくると思わなかった。タコライスやからチップで、なるほどなるほど、砕いたやつが入ってるのかなと思って、タコライスとお豆とご飯に帰っていただきましょう。お酒の気になってる、うん、じゃーん。じゃあ、ね、ホテルの近くで買ってきました。こちらもすごいあの重量感のボリューミー、びっくりですね。思ってるよりボリューミーなものが来ますね。いつも、はい、やっぱり大きい大きいな、やっぱ全てにおいて、全てにおいて大きい。でもこれとかも何事、ご飯と豆とタコスと、なんかもうすごいもん、なんかもう全部いったよ、とりあえず。ではいただきましょうか。はい、いただきます。プールにやってきました。はい、プールやで。緊張する？緊張するな。どうでしょう、どうでしょう。初プール？あ、初プールじゃない、ハワイで初プール。ハワイで初プール、行ける？行こうか。うまそう。うまそう。こちらはバーですね。バーです。さっきビール買いました。はい、さっきビール注文して、じゃあ今からプールに行きます。はい、うん、うん、ちょっとあったかいな。あったかいな。ブブ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 。おはよう。うん。おはようございます。今日は4日目です。乗りたい人がいます、あそこに。今日は1日レンタカーするので、ちょっとお出かけに行きます。はい。ここで。この旅で2日間だけなレンタカーを借りてて。それが今日と一昨日か。そうやね。で、今日ここでのホテルは最終となりましたので、今からチェックアウトしてレンタカー借りて旅の目的地へ向かっていこうと思います。最初の3泊はアーロヒラニというホテルに泊まりました。プールもあって綺麗で楽しかったね。よかったね。立地も最高ですし、日本人の方のカウンターがあったりとかするので、英語が特別喋れなくても大丈夫でした。行こうか。行こうか。では、では行ってます。今日も楽しんでいきましょうか。はい。はい。バーバー。行ってきまーす。バーバー。今日のワンピースはクラステラーです。イエーイ。今日もドライブです。今から海の見えるカフェに行きまーす。前回とは逆の方やね、うん、島で言うと。ちょっと逆の方に行って、海を見に行きます。行きます。行きます。じゃん、イエイ、じゃじゃじゃバンバンボンバンボンバンボン。到着しました。到着しました。ワイキキから20分ぐらいで着いた。何か分からんけどモールに着きました。いろいろ入ってるな。結構人多いな。結構多い、にぎわってますね。待ちましょうか。並びましょう。お揃いコーデ。席に到着。あったけこれすごいね、かわいいな、うん、これで商品を待ちます。いただきます。海を見ながら朝日は最高です。いただきます。めっちゃ大きい。あーポン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 。楽しいか？楽しそうやん。楽しそう。気持ちよなって思って寝るんちゃう、そのまま寝るんちゃう。アウトレットにやってきました。はい、ここで買い物していこうかな。初めて、初めて来た。どうなんやろ。可愛いな、ほんとに。物色していきます。楽しみ。なこちゃんは移動中に寝ました。寝てしまいました。このまま寝といてもらいます。はい、行きましょう。レッツゴー、レッツゴー。クリスマス終わってるけど、めっちゃクリスマスの装飾まだまだ街中に見かけます。
ゲットしました。ゲットしました。1店舗目のまさかの 50% オフ、1万円ぐらいでポロシャツ買いました。いいんじゃないかな、うん、何それ。かわいい。これでもだいぶちっちゃいね。めっちゃいろいろある。24ドルナコのスニーカーを買いました。ニューバランス、ニューバランスゲット。かわいい、かわいい。ちょっと大きめ、うん、今より 0.5 サイズ大きめの。大きくなったらね、来年めっちゃ履けそう。履けそう履けそう。かわいい。24年はこれをいっぱい履いてもらおう。はい。2つで1万ぐらい。2つで行ったら1万円ぐらいです。イエイ、いい買い物できてて嬉しい。今いい感じやね、絶好調、ね、お下がりさんですね。乗るとき寝るだけやん。やってまいりました、やってまいりました。スターバックスとポケ、ポケあっちにあるんだ。うん、さっきスタバから買いますか。行きましょうか。こっちがストロベリーアサイ、こっちはパッションパイナップルレモネード。まさかの店員さんからプレゼントでいただきました。ありがとう、なごちゃん。 Thank you so much。 ホテル移動してきました。今日から2日間はこちらのホテルに泊まります。さあチェックインしまして、はい、今からお部屋に向かいます。はい、行きます。素敵なお宿。そうです、めっちゃ到着しました。到着しました。18階。おお、じゃじゃん、じゃじゃん。お、2ベッドルーム。おお、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。どうですか。高い。わー、やばい。18階めっちゃ高いな。到着しました。イエーイ。今日から2日間、うん、ここのホテルを楽しみます。もうめっちゃど真ん中やったな。海も目の前にあるし楽しみそうやな。なホテルもめっちゃ可愛くて最高です。じゃあちょっとゆっくりして、夜はステーキを予約してるので寝とく。ステイ休憩します。はい、行くよ。レッツゴー。行くよ。ディナーに行きます。楽しみな。がっつり食べましょう。パン来ました。いいね、おいしい。どうぞ。乾杯。なこちゃんこれもらいました。乾杯。いただきます。なこちゃん、目の前で作ってくれたサラダです。美味しそう。そうやな。が来ました。やばい。いただきます。ママ、こちらはサーロイン。こっちがフィレ。うん、食べてみます。美味しい。私もスプーン使うらしい。ポテト食べてます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。もう肉を堪能しました。肉って感じでした。めっちゃガーリックです、口の中。うん。シーザーサラダにめちゃめちゃガーリック入ってて、口がめっちゃガーリック。チーズと同じぐらいニンニク入ってたんちゃうか、ぐらい入ってましたね。でも美味しかったです。でもめっちゃ美味しかったです。最高。テティ、おはよう。ホテルの下にある朝食会場に行きます。よいしょ。楽しみやね。なんかまんまするね。超うま。何があるかな。楽しみ。行ってきます。ホノルルコーヒーでワイキキ、ワイキキスムージー、ストロベリー、ブルーベリー、バナナ。あっち行って飲む。このまま移動します。スムージーラブ。スムージーラブやな。
はーい。アロハー。来ました。朝食。パン2枚。パン2枚の、これ、オムレツです。ボリューム満点。で、いいわ。4食目の浅い。5食目の浅い。やば。いただきまーす。すごいボリュームです、これ。今からプールに行くよ。行ってきます。行ってきます。プールに行ってきます。めっちゃいい天気。すごい。ビーチもあるので。どっちも行けるね。サングラス必須やろ。やばい、めっちゃ。めっちゃ暑い。めっちゃ暑くて、パラソルを探してるんですけど。なさそうなので。寒い。プールの方が好きやったか。パチャパチャーやった。プール上がってちょっとゆっくりしてコーヒー飲みに来ました。なこちゃんは今寝ました。ここに向かってくるまでノッツコーヒーロースターっていうところにやってきました。動物園、うん、動物園の向かいにあるところ。雰囲気めっちゃ良くて、めっちゃいい。はい、よかったね。パイナップル美味しいね。パイナップル美味しいね。うん、パチパチパチ。おいしい、おいしい。おいしい、おいしい。珍しいやん、パイナップル食べてるの。ハワイに来てから結構いろんなものが食べれるようになってる気がする。すごいね。このワンピースさ、夏はこのぐらいやったけど。うん、めっちゃ大きくなる。身長伸びた証ですね。ミニスカぐらいになってるもんな。お尻見えてます、なこちゃん。朝ごはんを買いに来ました。なこちゃん、グモニン。おむすびイヤスメテ、おにぎり屋さんです。お弁当も売ってます。なんださん、おいしいね。はい、ナイス。おいしい人。はーい、上手。ハッピーニューイヤー仕様にカールっぽいです。今日はチェックアウトして違うホテルに移動します。よかったです。じゃあ行きますか。5浅い目、6浅い浅い目。はい、浅いだけ頼んだんですけど、こういうって言ってお姉さんがワッフルくれました。なこちゃんも食べれました。めっちゃボリューミーになってる。ボリューム、ほんまにすごい。いただきます、ありがたく。もう結構ボリュームあるかも。うん、美味しいよ。美味しい。今回のやつはフルーツがいっぱいやな。うん、なんかグラノーラとかトッピングは自分でやるスタイルで、好きな量を、蜂蜜の量とかも。フルーツとかはもう最初にかっこいいかな。うん、食べるみたいです。ガーリックシュリンプと生姜焼き。生姜焼き、いただきます。まず、はい、はい、次のホテルに到着しました。今日から3泊、年末年始はこちらで過ごします。わー、すごい。ワイキキビーチが目の前です。ヒラトファミリーと一緒に泊まります。イエーイ。めっちゃいいです。こっちに1個部屋があって、お風呂とか洗面台が2つあるのかな。こっちも、そう、こっちにもあんねん。やばくない？洗面鏡やん。めっちゃいい。全部見ろ。なこちゃん走り回ってる。こっちもお風呂、お風呂とトイレで、こっちにも部屋があります。めっちゃいい、やば。ここで何？洗濯機もある。乾燥。ファミリーに最初全部これで、ここで全部ここでも。やばい、すごい、最高です。
な。おお、あ、りんちゃん来た、りんちゃん来た。ウェルカムドリンク。ええ、いつの間に日本から来ました。すごい、すごい。さやこがオリジナル T シャツをみんなで作ってくれました。やば。の食材を調達しに行きました。イエーイ、やばいね。3日間必要と思ったら多分15人ぐらい。そうだね、そうだね、すぐなくなる。確かに、もうなんなら1日ぐらいでなくなりそうな、うん、食料難民です。店閉まりすぎてない。遅かった。ポケ開いてるじゃん。開いて、ポケ、ポケ、ポケ。リベンジパタゴニア。お腹空いたから買い物ができました。イエイ。今から前にあるアサヒグリルに行きます。T シャツ着てるよ。 T シャツ、うん、これ昨日パタゴニアで買った T シャツ。おい、かわいい。かわいいわ。ハワイ仕様。来年の夏もたっぷりな、いける。今年の夏たっぷりしようと思います。本日のご飯、キムチポークボールです。やばい。いただきます。バスリーナっていうのレッドです。どうぞ。ラスト1日、はい、こちらのホテルに泊まります。今日はね、まあ、みんなとバイバイしたので、うん、家族だけで泊まるホテルにやってまいりました、はい、じゃあモーデンホノルザ・モダン、ザ・モダンホテルに来ました。イエーイ。チェックインしてきます。イエーイ、行きます。おぉ、いいね。最後のお宿。あら、いいやん、いいやん。うん、よし、じゃあここでゆっくりしましょう。はい、アロハー。アロハー。最後の晩餐。イエーイ。はい、おはようございます。おはようございます。今日が最終日となりました。寂しいですね。うん。で、今日はお昼ぐらいの飛行機の中でちょっと朝は、はい、最後の朝行くと。はい、それ食べて、空港向かって飛行機に乗って帰ろうと思います。いただきますか。ゴー、行ってきます。グモーニー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 。行こう。レッツゴー。最後はラージサイズにしました。えぐいな。あ、お、狙ってる人おる。ちょっと待って、なこちゃん、なこちゃんも顔よりよ。ないただきます。おいしいです。ということで、朝日を食べて帰ってまいりました。今からチェックアウトして空港に向かおうと思います。じゃあ眠たくなってきてんな。でも帰りの飛行機でちょっと寝てほしいな。だからまだ寝たらダメよ。うん、はい、もうほんまにとっても楽しくて幸せな10日間。もう終わっちゃうと思ったらすごい。うん、寂しい。悲しいんですけど、また来れるように明日から頑張っていきましょう。はい、はい、では。最後、空港でストロベリー野菜買いました。ハンバーガー、バターハンバーガーを食べてました。やばかった。写真撮ったけど。あっちにもバーガー来んの。嘘。あっちに行ったことかな。なんかゲートに近くやった相手にめっちゃ空いてた。ほんま。では。この後はね、猫ちゃんが寝て飛行機で寝れるように。寝るように今起きていっぱい遊んで慣れてもらいます。はい。はい、家までよね。うん。どこですから。どこですか。家までしっかりと
帰ります。ではバイバーイ。